皆さんこんにちは、ビールジェンのセメラです。本日は新登場フレーバーとなります。心とろける塩キャラメル風味ですね。早速ね、レビューしていきましょう。絵柄見てください。甘くて美味しいキャラメルに塩がかかっているパッケージの絵になってますね。スイカにね、塩かけて食べたりするとスイカのね、甘みが引き立って美味しく感じられたり、ポテトチップスにチョコレートかかってたりするとより美味しさが際立つような感じがしてすごい好きなんですね。このね、キャラメルに関しても塩がかかることによってより美味しさがね、引き立ってるんじゃないでしょうか。早速飲んでいきましょうか。ビールジェンドプロテインの1キロパッケージご購入いただきますと、こちらのね、赤い袋に入った大スプーンが付属されてきます。大スプーンにパウダーをすり切って入れていただくことで、だいたいね 30g 計量できるように設計されております。こちらのね 30g パウダーを入れていただいてシェイクして飲むことで、あのタンパク質がね約 20g 取れるようになっておりますので、ぜひこちらのねスプーンをご活用ください。よくビールジェンドご購入いただいている方で、あのスプーンがね不要だっていう方は、商品購入ページの方にスプーンありスプーンなしっていう項目がありますんで、スプーンなしのねところをチェックしていただいて、購入ページ買い物カゴに進めていただくことで、こちらのねプロテインパッケージだけが届くっていうね注文の仕方もできますんで、そちらからご注文ください。スプーンがね必要な方はね、スプーンありの方を選んで買い物カゴに進んでください。でこちらのねプロテインの裏面の方に、150ミリから300ミリの水や牛乳などに溶かしてお飲みくださいって書いてあります。自分はね200ミリの水を入れてきました。濃くね飲みたい方は水の量を減らして、薄くしたいなっていう方は水の量を増やしてあげることで味の調整できますんで、お好みのね味に合わせて調整して飲んであげてください。じゃちょっと開封していきます。はい、おー、色はねこんな感じですね。キャラメルのね本当にいい香りがしますね。それでは早速飲んでいきましょう。こちらのね大スプーンにすり切って1杯入れていきます。ですり切って1杯入れていきます。でシェーカーを一度ね反対方向に回して、カチッと言ってからしっかり締めてあげます。泡立ちもね、ダマもほとんど見られません。綺麗に溶けてます。オープン。うわ、本当に甘いキャラメルの匂いですよね。非常に美味しそうですね。それでは早速いただきます。うん、うまっ。これはやみつきっすわ。うわ、甘じょっぺーマジでうまいっすわ。これはうまいですね。心とろけますわ。本当に。最初は口に入れた時はほのかにポロッと乗ってる塩の感じを感じるんですけど、その塩が溶けた瞬間に口の中がキャラメルの甘みで充満します。ポロッと乗ってる塩があることによって、このキャラメルのね、甘みとか風味がより際立ってますね。この感じをね、絶妙に再現できてますね。これちょっとやみつきになりますね。確かに個人的に僕は酸味系のフレーバーが好きなんですけど、これはちょっと定期的に飲みたいですね。ストックに置いておきたい、かなりうまいフレーバーだと思います。ソメダのレビューテンションメーターマックスですわ、これちょっと久々に。でこれ本当にね、あの上級者向けのねプロテインの食べ方なんですけど、シェイカーにあのパウダーをまずいっぱいすり切って入れてあげるんですね。そこにね、まあスプーンとかねかき混ぜるものを持っておいて、ほんのね少しずつ水を入れてこうかき混ぜて練り上げることで、この塩キャラメルでやってあげるとキャラメルみたいなものができるんですよね。それをねこう口に入れて頬張るとね、まんま塩キャラメルになると思います。まあ、このね塩キャラメルももちろん美味しいと思うんですけど、まあ、その他にね白い巨峰とかねやるとねハイチュウみたいになるんですよね。本当におすすめなんですね。興味がある方はね、ぜひ一度試してみていただければと思います。それではね、こちらのね、心とろける塩キャラメル風味のね、味をね、星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては、星4つとなります。最初ね、ほのかにね、塩のね、塩味を感じるんですけど、その後からしっかりとキャラメルのね、甘み、風味がね、追い抜いていきますよね。この塩味があることによって甘みが引き立ってました。酸味とね、すっきりに関しましては、もうほとんどね、感じなかったんで、星0とさせていただきます。クリーミーも星4となります。
キャラメルをね、口いっぱいに頬張った時にね、感じる濃厚な感じ、見事に再現できてました。甘いものが欲しい時とかにね、本当に最適なね、フレーバーになってるかと思います。甘みが4、酸味が0、すっきりが0、クリーミーが星4となります。ぜひね、商品購入の際、参考にしてください。それではこちらのね、栄養成分表示ですね。1食 30g あたり 115.5kcal、タンパク質が 20.7g、脂質が 1.9g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 0.6g、ビタミン C42.9mg、ビタミン B6 が 1.5mg となります。口いっぱいにね、幸せなね、キャラメルのね、甘み、旨みがね、感じることのできる濃厚なね、フレーバーになっていると思います。甘いフレーバーが好きなお客様、数量限定となっておりますんでね、ぜひお早めに注文してください。詳細につきましてはね、こちらのね、動画のね、概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますんで、ぜひそちらからチェックしてください。それではね、ぜひまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。本当におすすめです。